アメリカ特許裁判例シリーズ。本日はノンオービアスネス。米国特許法103条の非自明性について米国裁判例を見てみます。これは日本の進歩性に対応するところです。なんといっても2007年の米国連邦最高裁 KSR 事件ですね。これはそれまでの TSM テスト、ティーチング、教示、サジェッション、示唆、モチベーション、動機テストを支持したんですが、 CFC の厳格なこの TSM テストの当てはめは誤りであるということを言いました。 CFC は選考文献中に組み合わせるための教示、示唆、動機が記載されている必要があるとしましたが、これに肯定することなくあらゆる必要性問題点も TSM テストを採用することができるとしました。これは現在の日本の実務も同じだと思われます。すなわち選考文献中にこの示唆とか動機づけが必要となると、これ難しいですよね。これは外部証拠から持ってきてもいいし、技術常識、技術水準を理由にしてもいいということで、これはその後もアメリカでも日本でも続いている傾向だと思われます。次は2009年の CFC ロバート事件。この判決は新規性なんだにおいて、移行部にコンプライジングが記載されていようが、またブローデストリーズナブルインタプリテーションを用いようが、審査対象になるクレームに他の要素を追加してはならないということですね。ですから、クレームにない文言を追加して限定解釈してはいけないということです。これは日本も平成3年のリパーゼ最高裁判決が原則として同じようなことを言いましたね。ただ今日本でどうかというと、最近明細書を読み込んでクレームにない要素を読み込んで発明の用紙を認定している例は多数あると私は考えています。そして今裁判所は発明の用紙認定と発明の技術的範囲、すなわち特許性の時と侵害論の時でクレーム解釈を一元論同じに考えるという傾向にありますので、侵害論で特許法70条2項で明細書を見てクレーム文言を解釈するということであれば、発明の用紙認定でも特許法70条2項は根拠にできないですが、やはり明細書を見てクレーム文言を解釈する、これが現在の日本の傾向です。ですからこの CFC がアメリカで今どのぐらい生きているかということは別として、日本はこれとは違うと考えていいでしょう。次の2010年の CFC ジェファリー事件。これはプリアンブルに For permitting a user to write thereon without the use of marking implement、 要するに使用目的が記載されていたんですね。でもこれは新規性が罰になった。これは日本とは違うと断言していいでしょう。日本では用途発明を認められてますが、この用途といっても使用目的、どう使用するのか、パーティカル計測器を縦に使用するとか、医薬用途発明なんて用法用量などで当然使用目的、そしてどういう条件の乳がんの患者に使うなど、いろいろ使用目的をもう規定して、これはもう発明特定事項になっています。これは結局アメリカでは物の用途発明が認められていなくて、すべて方法の集めにしなきゃいけないという実務なので、これが日本と大きく違うのでしょう。これなんで違うか念のため補足しておくと、日本だと医療の方法発明が医療行為は発明該当性なしとして否定されてるんですね。ですからそれをなんとか物の用途発明として認めているのが日本の原理。アメリカは医療行為であっても方法の発明として権利を取得できるので、物の用途発明を認める必要はあまりないという背景があるわけです。さて4つ目の CFC2010 年がジアコミニー事件。これはアメリカ特許法102条の E 項は、出願日優先日に公開されていない洗顔であっても後に公開特許されると抗がん排除項を有するということを規定しています。ですから本願出願日優先日が洗顔の仮出願日と本出願日の間だった場合、洗顔が抗がん排除項を有する基準日は仮出願日であるということになりました。これは102条以降というアメリカ特有の条項なので、これは押さえておきましょう。次の2008年の CFC FRI 事件。これはサーバーにアップロードしただけでは公衆が検索できる状態ではなかった、その場合には刊行物には当たらない、だから新規性は否定されないとなりました。これはアップロードしてると確かにその URL を知ってる人は見れるんですね。ただ検索可能でないとそれは新規性罰にはならないということですね。実際古い米国判決なんかでは図書館にあったけど整理されてタグがついてなかった場合には、それは新規性を否定しないという判決もあり、これが今の IT の時代でも同じような判決が出てると言えるでしょう。
次の2012年の CFC ボーターベリファイド事件、これは対照的な判断でしょう。インターネット上で公衆が利用可能な状態だった文書は全く作品付けされていなかったとしても刊行物にあたり新規性が否定される。これ先ほどの SRA 事件と矛盾するのか、これは突き詰めると難しいところですが、検索はできなければいけないが、検索さえできれば公衆が利用可能であればよくて作品付けまではいらないよということだと私は理解しています。他のアメリカの判決もそのような理解で説明できると思われます。次の2011年6月の米国連邦最高裁マイクロソフト事件ですが、特許無効の抗弁において被疑侵害者明確かつ説得力のある証拠クリア&コンビンシングエビデンスを提出し、無効理由の立証責任を負うということは明らかにしました。ですからこれ USPTO における審査段階では証拠の優越プレポンデンスオブエビデンスで拒絶されるということでダブルスタンダードです。 USPTO で特許を取るまでは証拠の優越どちらが確からしいかで決まるのですが、一度特許になった後は特許有効性の推定があるので、それを覆すためにはクリア&コンビンシングエビデンスが必要だと。これは特許庁の無効審判リイグザムでもそうですし、侵害訴訟において連邦地裁で無効の抗弁の時もそうであるということを明確にしたんですね。これは日本と違います。日本では特許を取る前と後で基準が変わり、特許後は特許を否定する証拠のレベルが高く設定されることはない。これはアメリカと日本の違いの一つです。次は2015年の CFC イネオス事件、これはクレームの数値範囲が引用集めとオーバーラップしていても先行技術に対してクリティカルであることを示すと新規性があるってことですね。この事件では結論は×だったんですけど、このような一般論が言われています。すなわち数値の一部がオーバーラップしているだけでは必ずしも新規性進歩性は×にならないということですね。これ意外に思われるかもしれないですが、日本もそうなんです。例えば平成6年の行慶30号、また平成2年の行慶269号などは従来技術と数値が一部被っていたんですけど、異質な効果また課題が違うなどの理由で新規性進歩性丸になってるんですね。次2013年の CAC ハミルトン事件ですが、特許集めの優先日の1年以上前に特許製品の仕入れ先が製造の受注をしたことによってオンセールバーによって特許無効の略式判決を得た、その連邦地裁判決を支持したという事案です。この事件では商業的な販売申し出は契約に至る前段階の電子メール等のコミュニケーションでは成立する、そして仕入れ先にもオンセールバーが適用されるということでした。このオンセールバーっていうのは日本にないところなので、これ要注意です。日本では公知か公然実施または文献公知じゃなければ新規性進歩性は×にならないわけですね。でもアメリカだと秘密裏にセールだから販売されていただけで、これは公然とか公知でなくてもオンセールバーという無効理由があるんですね。ですから特許を出す前に販売をしてはならないってことですね。まあ実際これがどうしてわかるかっていうと、それ販売あったことを何らかのビジネス上の情報で相手に分かってしまってそれを使われるってことなんですけど、法律上はとにかくオンセールバーがある、これ日本にないということで本当に要注意です。この後出てくる最高裁判決も合わせて見るべきでしょう。次の2016年の CFC メディセンズ事件ですが、これは旧米国特許の102条 B 項のオンセールバーは商業的な販売の申し出の対象である必要があって、この統一商法典 2-106 の要件を満たさなければならない。これどういうことかっていうと、いわゆる日本で民法上の販売ですね、アメリカでいうとこのセールの定義に当てはまらなきゃいけない、製造を委託しただけではこれオンセールバーには当たらないとなりました。これ日本でもアメリカでも他の論点でも似たようなことありますよね。例えば先使用権があるときに他の人に作らせる、これはいやいやもう全量委託してのマネージメントして製造委託してるだけだとすると、その委託してる人の先使用権が効く。誰が実施の主体なのか、製造の主体誰なのか、販売があるのかなどがここでは問題になります。この製造委託は販売とか販売の申し出ではないということになりました。さて次が重要な2019年米国連邦最高裁ヘルシン事件、これは特許出願の1年以上前の秘密保持義務を負う第三者への商業的販売でも特許法102条 A 項のオンセールバーにおいて新規性喪失する。すなわち先ほども言いましたように、このオンセールバーっていうのは公然公知じゃなくても秘密裏でセールした場合でもオンセールバーは適用されてしまうということで、この事件で特許権者負けたんですね。
まあ、この事件のように医薬の場合にはどういうアライアンスがあったか、そしてどういう販売があったかということを、まあ、ホームページで公表しちゃってて、それを使われたっていう事案でして、医薬以外で一般化できるかは分かりません。でも法律はこうなってるので、特許出願前にセールするというのはアメリカでは問題がある。このように秘密保持を追っていても特許出願前にセールするというのは日本ではいいけど、アメリカではオンセールバーがあるので、これを念頭に置いてビジネスを行うべきということになります。さて次は2017年の CFC アクアプロダクツ事件ですが、これは当事者系のレビュー継続中に行われた補正アメンドメントによる補正後のクレームの特許性については、新規性欠如の立証責任は請求人に課せられる。これは従来の PTAB の実務とは異なる。ただこれ判事5人の意見も分かれていて、この後どうなるかまだ予断を許さないところです。ただ円バンク事件なんでね、ある程度影響はあるでしょう。この点については新規性進歩性の特許性の主張立証責任は請求人、すなわちチャレンジャーの方に課せられるということで、これ補正後であってもそうという判決でして、日本でもこれは同様ですね。次、2016年の CFC ショーインダストリーズ事件ですが、これは主張しまたは合理的に主張できたはず raised or reasonably could have raised であった無効理由については PTAB で IER が正式審理開始されなければ、すなわち institute されなかった場合にはそれは禁判権は及ばないということです。実際に主張してしまったとか主張できたはずだっていう無効理由はもう言えなくなるという禁判権あるわけですけど、 PTAB がインスティテュートしなかった場合にはそれは及ばないということで、これ絶対覚えておきましょう。最後に2016年の米国連邦最高裁クォッゾースピード事件、これ IPR 手続きにおけるクレーム解釈も合理的な最も広い解釈ブローデスリーザンインタープリテーション基準に従うということになりました。ですから連邦地裁で向こうの抗弁するよりも IPR の方が申し立て人側、すなわちチャレンジャーに有利ということになりますね。まあ、以上代表的なアメリカの裁判例の中でノンオービアスネスに関する判決をまとめてみました。日本とそもそも条文が違うところ、また実務が違うところも結構あるので、これは押さえておく必要があるでしょう。あとここには書いてないのですが、とても重要なことがあるので口頭で補足します。日本では最近発明の課題が重視されていて、引用発明1と2、すなわち主因例と副因例の課題が同じかどうか、これは重要視されているし審査基準にもバッチリ載っています。ただ最近の裁判例は本件発明の課題を引用例から導けるか、そして本件発明の課題を解決して本件発明に至ることができるかを非常に重視しています。これは本件発明と私言いましたね。本件発明っていうのは構成と技術的思想、言い換えると構成と課題解決原理を合わせて本件発明って言ってるんですね。ですから本件発明の課題が重要で、引用例と課題が違うと本件発明に至らないという進歩性判断丸という結論になりやすい。実際そういう判決日本では多いです。これをアメリカに持っていくとハテナということになってしまいます。アメリカでは主因例と副因例がある課題で組み合わせる動機づけがあるなら本件発明の課題と違ってもいいということでほぼ確立しています。ですからこの実務も日本とアメリカの違いとして、アメリカ人、アメリカ代理人、アメリカ依頼者と意見が食い違うときにそもそも実務が違うんだということを思い出してください。実際日本も平成15年頃はそうだったんですね。異なる課題でくっつけばいいという判決が多くあったんですけど、最近は違う。この傾向を抑えて日本とアメリカの違いを考えながら実務をしていきましょう。今日はアメリカ特許103条ノンオービアスネスについてお伝えしました。このチャンネルでは裁判例を中心に実務に役立つ情報をお届けします。ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた。